薬丸になると本当は薬丸の方がね実践的なんです。これはこうだこうですかね。この点とこれがみんな一致するんですよ。いや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 、ラップ戦争何度来てもって言うんです。だから所在地もクソもないんです。同じ連続するんです。もうちょっとずつするね。いや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 、ラップ戦争そこ何回も来るんです。だから所在地交わせばいいなんてバカな話ないです。だからこれね、戦闘になったら置かないです、これは。だからこれを分析すると、ツツツツツツってきたやつは、こう変わるんです。ここでこうつくんです。まだこうツツツツツ。こういう作用を起こすんです。これは次元のね、本物なんです、これ。下級武士やなくてね、上級武士最上級これ見せないし教えないですね、これは。それで海藤さんとか、あの東郷元帥の原宿艦隊のね、あの逆地敵型戦隊で大活躍しちゃってる。それと、もう一つ面白いものやってみましょうか、はい、普通、あなたもね、いや、うん、発想でやったらするね。そしたら下手すると曲げ替えもあんない、こうなってくるね、とかね、ちょっと面白いことやってますよ。どういうふうになって手変えたんです。これ左出しってね、左の立ちがさばく、これは槍使いなんです、本当は。宮本武蔵は本当はこうね、これを使うんです、本当は。片ポズスですから、だからこういう手品ができるんです、いくらでも。すっはっとってね、こうか返したでしょ。それが同じ角度で取るとね、もしうまくいったにしても、お互いにもしかしたら相打ちになっちゃうからね、こうなっちゃう。これを僕がもう少しマックスでやってみます。同じことやってて、これはね、にはっっですかね。こう勝てば最高なんです。だから同じ腕のやつはこうもいかないんだ。そういう時にね、どうするんだって。同じやつ、こうってこれ。ね、スポッと抜けるでしょ。これ左だちの使い方。こういう。少し動いた。ダメダメダメ。同じでもね、こういう方法があるんですよ。だからね、こういうことはあまり分かんないですね、普通の人がね。だから古い研究はすごく面白い。分かんないのに、長いのに行った方がいいんじゃないですかね、これ。だから次元流も素晴らしいでしょ。だから、統合次元流ってね、これは本当に重、ね、強いやつになったら、これ勝てないですよ。同じ。発想でも勝てるやつになって、難しいですよ。馬の方はもうここが落としくべいいんですから、これすごく楽なんです。だからこれ見せないんですよ。これほとんど伝わってないと思うんです、本当。統合次元流くらいだもんね。統合次元流でもこの発想がね、十分こうかけた形になかったらこれ無理ですからね。発想同士で勝ったらすごく難しいんです。ところがね、薬丸とくると全くその心配なくて勝てんの。まあこんだけです。それから、あ、二手の構え方をやってみましょう。このね、二手と構えで、小田さんちょっとそっちにいて。あ、これ何ともないようですけどね、よく見てください。手じゃなくて何でもないです。こう構えた瞬間にね、このままツツツツツ、このままいきます。何もこれここについてるんです、これ、うん、ええ、ね、
ちょっと飛ぶんですよ。これ。これ。これ。ね。一つも書いてないでしょ。ね。それでながら、ね。これもいいんだけど、もう一回やってみますね。こういきますね。ここ真ん中だったら確かにこうなんだけど、ここの矢はこっちについてるんです、本当は。この延長は。こうしたら、ここについてる。槍ではデビリッシュって言うんですよ。右のこと左目。本当はこの直線上は、ね、両方の目についてて、なおかつ、ね、ここからこっちの直線は、相手のこの腹についてるんです。ね、普通は宮本武蔵の五輪の書ってやつにね、相手の顔につけるってことでね、本当の大事なところはね、ついてあるんです。これ、釣れんですよ、みんなね。だから、もしこれ、これをこう取ってもこのまま、このままツツツツツっていくと、ちゃんとここについてますね、これ。一つもね、狂ってないんです。じゃあちょっと線のちっちゃい人がこっちに来た。残さなきゃダメですからね。ね、どっかに伝えとけばね。ただちょっと小さいですからね。だけど何もそんなもんね、気にしないでこうやって思う。しっとちゃんとついてる。何もあれしなくても、計測ちゃんね。人間の上辺の高さね、もう構えた時にも遠く行ってるんです。狙ってどうしようなんて一つも考えなくて。だから、知らない人だったらね、相手どうに聞こえすればいいかって考えちゃう。だけど、もうこういった瞬間もちゃんとぴったりとこれ、一つも変えないで行っちゃった。まあ、これは慣れでしょうけどね。だけど、こういうね、非常に厳密なものをね、知らんべきでやるんですよ。だから一つも中途半端ないです。それでな、これが中段。上段ってこれなんです。それでながら、下段ってこれなんです。これが下段なんです。この下段だからこそ、いつでも立ち上がりできるんですよ。そっち打ってきても。いくらでも立ち上がりできる。これが、頭はね、沈んでしまったら、こっち行くの大変なんです、これ行くの。そこは、ここに行くと生きてるんです。剣は。いつでもどうでも対応できるんです。わけないんです。こっちから頭一つ下げただけでね、3秒遅れるんです。だから、こうしたら構えた。これこのまま。これが下段の。下段ったら、ね、本当はつけるんです、これ。さっきのね、一歩でやったら、どっちでも本当はもうね、こうつけるんだ。そのまま来て、さっとつける。どっちでも同じ。さっとつける。だからね、やりづらいの。それを、あくまでもただ、それをこれが下段。脇構えてるこれが抜刀なんです、本当は。これが本当の抜刀。あの、さすが人間というのは。ね、それが本当の効果的です。どこでも切れます。これ抜刀なんです。これやれたらどうしようもない。すごいもんなんですよ、これ本当。なんともなさそうで。手切ってんのよ。当たってんのよ、見てくなんだよ。あそこ止めてるけど。これ、なんともなさそうだけど、これ。これ。ね、ちゃんと。だから、なんともなさそうだけどね、これすごいのよ。それを一応こうして止められた。こう積んでたらね。
教えて、くねったり叫びやるって。そうするとね、この脇構えにこれ2つあるんです。そうした瞬間です。それで今度映るやつに返して、いやーっと下がった。これが流水のうちって言うんです。だからこれがどうかったらね、羽根がこう白いね、ギャーッと開いてる流水のうちって言うんです。一応こんだけです。一応ね、すごい面白いもんですよ。はい、じゃあ一応ありがとうございました。あ、いい石だね。あ、そう置けば。どういう感じの。すごくいい。あそこ、ミスト足りてないところが。うん、本当、なそう言えない。本当だ。あれで決まったところが収まりました。米の石でね。本当だ。あれで完成です。ちょっと紐だけに対してね。